上り坂。かりです。なんか子供の頃こう結構な急車でさ、子供ってなんか坂降りて走るじゃん、走って降りるじゃん。なんかあれでバラララってなって、すごいあの膝がめっちゃジュブジュブになったことあるのね。だから下り坂走っちゃいけないって学んだので、どちらかといえば上り坂です。はい、この番組は高橋かりんのすごいよレベルを上げていくことで、美味しい思いをみんなで共有していくレベルアップバラエティです。レベルが上がったらさまざまなアイテムが手に入ったり、特別なイベントが実施されたりと美味しいことが起こっていきます。ちなみにすごいよかりんちゃんツイッターのフォロワー数が100増えるごとにレベルアップします。この収録時のレベルはこちらです。最近ツイッターでレベルアップしてなくない？みんなもっとフォローしてくれ、よろしく。そして現在確定している美味しいことはレベル220で、すごいよかりんちゃんカラオケコーナー復活となっております。みんなの力を私にくれ。ちょっと分かんなかった。春分で何すんだ、ちょっと分かんないっすわということでいきましょう。すごいよかりんちゃん今回もよろしく。改めまして高橋かりんです。日本何にもない、ただ手を回しただけ日本気象協会が発表した2022年東京の桜の開花予想は23日で、平年よりやや早い開花が予想されているそうですよ。だってそうなんだ。なんか割とあったかめの冬だった気がするよね今年は。今年はどちらかといえば、なんかもっとさ寒すぎてすごいロングダウンとか着てる年もあったけど、今年はなんかまあそんなでもなかったかなって思う。寒かったは寒かったけどね。はい、ということでかりんちゃんが春の訪れを感じる瞬間はということですけれども、なんだろう、花粉が来た時、あとは音楽番組の特集で卒業ソング特集になった時。お腹鳴ったお腹空いたです。そんぐらいかな、春の訪れね。やっぱさ春といえばさ桜ソングじゃん。桜ソングといえば私は森山直太朗さんなんだけどさ、あと誰が歌ってるってさっき話したらさ、生き物係さん、ケツメイシさん、小袋さんとかが歌ってんだって。ああそうなんだと思って、全然思いつかなかった。でもそう思うと結構桜ってタイトルいっぱいあるよね。いろんな桜がありますけど、あと桜って言うと私はなんかなんとなくこう今度なんか卒業式とかの歌だなって思うんだけどさ、私たちの世代の時はなんか3月9日レミオロメンさんの3月9日が卒業式でこう歌う歌謡曲みたいな、合唱曲じゃない曲で歌うなら3月9日みたいなイメージあったんだけど、今はねラッドウィンプスを歌うんだって。ラッドウィンプスの正解っていう曲を歌うらしいんですけど、それこないだ M ステかなで見て、と思って、今の子は新しいねって。いや別に新しくはないんだけど、なんかこうラッドウィンプスの曲ってさこうバンドソングのイメージあったから、曲この正解っていう曲を知らなかったから、だから何君の全然前世みたいな感じで合唱すんのって思ったんだけど、もうちょっと合唱っぽい感じの曲だった。でなんかみんな泣いてる映像が出て、卒業ソング感動する曲ですみたいな感じらしい。私は初めて知りました、はい。かりんちゃんは花より〇〇何が当てはまる？花より団子だよ他にある？花よりシルバニア、花よりシルバニア、シルバニアより団子
そうですね、花より団子ですね。はい、新学期が始まる前のこの時期は何してたっていうことですけど、何してた？家族で出かけるとか？全然思い出せない。新学期が始まる前のこの時期って何してたんだ。友達と遊ぶ？もうさ、1年から2年とか2年から3年生になるときはさ、やっぱ友達と春休みだっつって遊んだりするけどさ、中学から高校とかの時のこの時期ってなんかすごい危うくない？わかんない、全然記憶ないんだけど、なんかこう不安と期待と入り混じるこの不安定な感情っていう意味の危ういっていうことなんだけど、なんか全然思い出せないんだけど中学の時はなんかこう制服ができてそわそわした気がする。なんか制服作りに行ったりして、で小学校はさ制服とかじゃないじゃん、私服だから、制服というものができるんだと思って、でなんか採寸して、でも3年間着るからちょっとサイズを大きく作った方がいいですよとか言われてさ、丈とか長く作ってさ、こんななんか制服に着られてるみたいな制服って思うんだけど、まあ卒業する頃にはちょうどいいサイズになってたなという思いがあります。うん、そんな感じかな。あとはなんだろう、私はこの文化奇妙だなって思ってたのが一個あって、なんか高校から大学に行くときツイッターとかで友達募集してるやつあったじゃないですか。多分私が高校生ぐらいの時ツイッター全盛期だったと思うんですよ。でなんかめっちゃツイッターをやってて、さっきそのなんか謎文化ってさあったよねって話してたら、ミクシーであったっていう世代もあって、まあどこの SNS でもあんだなみたいな思ったんだけど、あの友達募集するやつマジなんなん？私はさ、ほらやっぱ何コミュ障側の陰キャの方だからさツイッターで友達募集するとかないんだけどさ、あとまあ昔から懐疑的な人間だからさ、相手がさ、ね、春から何々大学なんとか学部の女子ですみたいなやつさ、いや中身おっさんかもしれんよみたいな思ってたから、そう危ないなと思ってたんだけど、あれって何なんだろうね。みんな危ないで本当に相手わかんないしね。しかもさ結構さ、そのさ春から何々大学、例えばなんだろう、名前が自分の名前じゃないひらがなとか、まあじゃあ仮にゆかとしましょう。漢字でゆかって書いたらさもうバレる。ひらがなでゆかなら まだマシかな、ちょっと危ないけど。でなんかまあ春から何々大学何々学部ですって書いて、その学校の人と知り合うだけの使い方ならまだいいけど、それで今の高校の人もフォローしてますっていうのはね、めっちゃ危ないと思う。まず高校、フォロワー欄から友達に飛ぶじゃん。でその友達が何のツイッターしてるかで高校バレるじゃん。で高校バレたらそこの高校のやつ調べたら、この子何学年なんだとか何々クラスなんだって分かるじゃん。でそこからなんかいろいろ調べたら、あこの辺住んでんだとか分かるじゃん。本当に危ないよ、本当に危ないと思う。じゃあ私はさ、なんかこれやってた世代に生まれてたけどマジで危ないなって思ってたんだ。なんでだろう、多分犯罪ドラマばっか見てたからだからこれはもう本当に危険だなって思ってやってなかったんだけど、でも今はさ割とそれで友達作るのが普通なんでしょ多分。だからみんな平和ボケしとるよ本当に気をつけてって思ってるけど、まあでも友達作るのは大事だからね。たださ、だいたいそこでさ、友達作ってさ、大学入ったところでさ、大学3ヶ月ぐらいだったら絶対その人たちってもうお昼ご飯とか食べてないからね入った時だけだから。そう、だからもし今、乗り遅れてるどうしようって思っている視聴者の誰かがいても、党員がいても、
どうしよう、友達まだいないんだけど、みんなツイッターで繋がってんだけどって思ってる党員がいても大丈夫、そんな友情は友情じゃない大丈夫、大学入ってから友達できるからね。はい、だから危ないことしないで気をつけて生きてください。はい、じゃあもうね、カリンおばあちゃんからの話はそれだけだからもうメール行くからね。さあ、党員ネーム思い出は BLT さんからいただきました。ありがとうございます。カリンちゃんこんばんは。こんばんは。僕はこの春大学に入学するのに今月から一人暮らしを始めました。ダメだよ、ネットで友達作ったらね東京って人めっちゃいますね。そうなんだ。さて、僕はこの前東京に来て初めてサブウェイに行きました。以前より注文が難しいと噂には聞いていましたが、実際に行ってみると意外となんてことなかったですね。かりんちゃんも同じようにやる前は緊張していたけど、実際やったら意外と大丈夫だったっていうことはありますか、ということでありがとうございます。そうですね、実は私もサブウェイに行ったのはここ何年、5年、5年は嘘か、まあ7年結構あるな。まあ大学生の時はサブウェイ行ったことなかったと思います。はい、やる前は緊張していたけどやったら大丈夫だったこと、そうだからあんまりないね。なんか一人なんとかとかもさ結構できるから私、なんか確かに、でもやる前は一人なんとかやる前は緊張してたかもしれない。でもいつからかできてしまうようになった。なんでだろう、一番最初の一人まるは何だろう、一人ディズニーランドかな分かんない。あとは一人コラボカフェ、あの推しのさコラボカフェってあるじゃん、よくさ友達とかって言ってたんだけど、なんかなかなかさ友達と行くのに予約も取んないといけなかったりとか、コラボカフェってさ、でなんかそのスケジュールすり合わせるのとかも大変だったりで、なんかこの入場特典欲しいからもう一回行きたいなとか思っても、友達は一回でいいかとか思ってたら、もうなんか一人で行くのが一番効率よくねってなった私すごいんだよ、あのコラボカフェでさ、なんかこうメニュー一個頼んだらなんかもらえますみたいな時とかあるじゃん、そういうの超得意で、フードファイターだから3人前とか食べれるんだ普通に。でしかも私ね、残すの絶対嫌なの。前回も話したけど、食べ終わったお皿がめっちゃ綺麗って話したじゃん、だから絶対に残さないの。だから物が欲しくて残る量を頼んで、でも残して帰る絶対嫌なのだからあの来るじゃん料理が、そしたらボボボボボボボって食べるじゃんでなんかコースターがついてますとかさあるじゃん、ドリンク1品につき1枚ランダムコースターみたいなコースターとか欲しいから、ジュースもめっちゃ並んでんだけど、ジュボボボボボボボって一人だから、ね、あの時間はとってもあるじゃん、おしゃべりしてるとやっぱ時間かかんだけど、だから最初写真撮ったりして優雅に過ごして、残りなんかあもうちょっとやばい時間がってなったらズボンボンで始まるんだけど、全然いけんの、すごいよね、自分でもやばいなって思うけど、どんどんお一人様進化してってる。一人ディズニーがもう行けて、一人コラボカフェが行けると、まあ、大体一人で行けるの、一人カラオケも余裕だし、一人ラーメンも行けるし、焼肉はまだやったことないけど多分一人焼肉行けると思うんだ。でも一人嫌だなって思うのは一人 USJ、 あとプリクラの一人も嫌だし、あとしゃぶしゃぶの一人も嫌だなって思って、でしゃぶしゃぶって思ったら、私の思ってるしゃぶしゃぶってこうバイキングのしゃぶしゃぶあるじゃん、具をさこう取ってくるやつだから嫌だなって思ったんだけど、ってことはね、私は気づいてしまったの、その場所に目的があれば一人で何でもできるんだなって。だからそこに行く目的がなんかみんなと楽しむとか、なんか楽しむために行ってんのだと一人は無理なんだなって思った。だからそこに何々が欲しいとか、コラボカフェで何々をゲットしたいとか、歌いたいとか、これがあるといけんだな。ってことはまあ大体行けるってことですよ全部一人で行けますということでね、意外とね、やってみると何でもできるんですよ。人は強いね。ということで、以上、たくさんのメールありがとうございました。すごいよ！プレゼンター、カリミカ。はい、
このコーナーはプレゼンターカリミカさんがさまざまなアイテムを紹介するコーナーです。いや、お久しぶりですね。カリミカさんね、多分キャラ設定は忘れてますね。ちょっと声のトーンがってなる気がします。はい、では準備整ったみたいですね。それではスタジオのカリミカさん、よろしくお願いします。はい、受け取りました。みんなの笑顔が私の幸せ。どうも、カリミカです。今回も私、カリミカがプレゼンターとしていろいろなものを紹介していくわけなんですけれども、なんやろ、私カリミカ嘘はつけない性格なので言っちゃいますけどね。今から超おすすめということで、今回紹介するのはこちら、セカンドショットカタログ2021ガールズメンバーズです。はい、ということで、こちらのポイントはですね、セカンドショットの各番組から女性出演者が全員掲載されていますということで、総ページ数が156ページ、昨年より20ページ増えました。20ページですよ。これもうほんまにすごい。多分こんな感じ。ほんまにすごい。ね、もうね、あの月刊声優誌よりページ数が増えてしまっていましたということで、ほんまにすごい。20ページ増量ですよ、皆さん。今がお買い得。はい、高橋かりんちゃんの素敵な写真も掲載されているということで、ちょっとかりみかだけ見させてもらおうかな。高橋かりんちゃんのページはね、この辺です。はい、インタビューページがありますね。あー、マッチしてる。あ、マッチしてるわ、すごい。あー、なんでキリンと背比べしてるのかな。はい、そういう写真がねございますけれども、カリミカ的にこのおすすめのポイントはですね、やはり20ページ増量して、セカンドショットを各番組から女性出演者が全員掲載されているということ。全員、ほんまに全員なのに、そこに混じるゴージャスさんですよ。女性出演者ではないんですけれど もう今回もゴージャスさんの写真もありますし、ゴージャスさんのインタビューもあるということで、あのゴーレボのページがですね、インタビューがもうなんかパッと見、私あのデュエット曲かなと思いましてインタビューページがね、デュエット曲なんかなと思いましたけれども、もうそれがカリミカ的ポイントですね。マイアミでも大流行で、もうあのネット注文が殺到しております。はい、お手頃価格、価格はこちら、ドン。まあ、なんてお得なんでしょう。はい、ということでね、セカショカタログ2021、この緑色がね、素晴らしいですね。では、かりんちゃん、そちらにお返しします。かりみかさん、ありがとうございました。皆さんもぜひこの機会にゲットしてみてください。以上、プレゼンターかりみかでした。身につけろすごいこと。私が経験値をゲットできるチャレンジコーナーです。今からチャレンジすることを見事達成できればレベルアップ達成できればレベルアップ。あの、喋れないんですけど本当にすごいことやるんで見ててください。達成できたかどうかスタッフが判断します。前回は痛い割り完全攻略選手権で、見事1回で正解、その結果レベル5アップでした。そして今回はこちらにチャレンジします。鏡文字早書き選手権ということで、今回は文字が左右反対になる鏡文字の早書きに挑戦します。ルールは簡単、指定の文章を左右反対になる逆さの鏡文字で書きます。10秒以内に書けた場合レベル5アップ、20秒以内に書けた場合レベル3アップ、30秒以内に書けた場合はレベル1アップとします。ただし間違い1文字につき5秒減点となります。鏡文字はたまにやると脳トレになるかもね。はい、ということで、意外にひらがなで書くのは余裕だったんで、なんかちょっと難しくなってしまいました。書けねふりしときゃよかったな。はい、では始めていきたいと思います。じゃあお題を教えてください。どうぞ。古い池や買わず飛び込む水の音です。では書いていきたいと思います。縦書きなんでこっちからこうやって書きます。では用意スタート。
あ、逆にしちゃった。あ、逆だ。はい、ここ消してますから、ここは。はい、はい、反転。あ、私も画面に入るね。写真撮るからで横になってた。どうですかね、ちょっとここがあのぐちゃってなっちゃったんだけど、向き、文字自体は合ってるはず。じゃあ美が逆かもな。これ逆っていうのかわかんないけど、もうもはや全部バランスおかしいから。え、侵入怪しい？ここの形ってこと？え？え？え？やったー！やったー！タイムです。どこ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 、おさらいしましょう。10秒以内ならレベル5アップ、20秒以内ならレベル3アップ、30秒以内ならレベル1アップです。35秒。ということでレベルアップならず。こんなにうまくかけてんのに図工お願いします。お願いします。いや、マッカートさん、あれじゃないですか、ひょっとしてマッカートさんクラスだと、え、ビートルズさんとかとお会いしたことってあるんじゃないですか。ないです。あ、そうでしたか。まだもうビートルズがねすごい売れている時、マッカートはあの森にいました。マッカートさん森に、そうだったんですね、はい、ひょっとしてあれですか、その森にいらっしゃった時に、うん、この鳥たちが集まってきたっていう。あ、そう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 、あの小さい頃からね、ほら集まってくるって言ってたじゃないですか、はい、であのやっぱ一時ね、あの高校生ぐらいの時日本に留学来て、であのまあ祖国に帰って、そしてあのそこでちょっとなんか自然に触れてみようかなって感じで森でね、あの一時期生活してたんでね、ちょっとあの都会から離れ、人々の喧騒から離れて暮らしてたんで、ちょっとビートルズあんまり分かんないんですね。あ、分かったね。そうだったんですね。固有がないです。はい、ちょっと今ね、あのマッカートはね、あの思ったんですよ、ここでねビートルズとね知り合いだよってなったら、ビートルズのことあんま分かんなすぎて、これ話無理だなと森に行っとこうっていうことで。なるほど、そういう深い考えが。そうだったんです。いやー勉強になりますね。いやいやいや、もう冒頭からもう本当にもうありがとうございます。ありがとうございます。今回ですね、声帯がやばいなぎさんからいただきました。ありがとうございます。マッカートさん、こんばんは。こんばんは。自分は先日映画館で公開された、うん、ザ・ビートルズ・ゲットバック・ルーフトップコンサートを見に行ってきましたと、うん、それに影響されて後日カラオケでビートルズの歌を歌いまくったのですが、ジョンやポールとはあまりにもかけ離れた子供っぽい自分の声に絶望しましたと、うん、マッカートさん、僕がマッカートさんみたいな大人の渋みのあるイケボでビートルズの歌を歌えるように応援くださいと。いや、これなかなかハードル高いですね。ちなみにこれ応援するときは声帯がやばいナギだと長いので、ナギだけでいいですよという、ご丁寧にありがとうございます、はい、いただいております。そうですね、そうですね、難しいな。じゃあ応援したいと思います。ビートルズ歌いたい、ナギさんに一言言いたいんだ。元気になれるよ。ありがとうございます。マッカートさん何も言ってないですよね。いや、うーんって言ってました。あ、うん、なあ、うーんに
構発声練習なんで。そうだったんですね。はい、いやーすいません、ちょっと私のような素人がちょっと何も言ってないなんて言ってしまって本当申し訳ありませんでした。発声練習です。うん、いやそこに深い意味を込める、それがカリン・マッカート。石丸幹二さんが言ってました、歌う前にっていう練習するって。そうなんですね。こうマッカートもね取り入れてるんですよ。でこうやってちょっとこうひねるんですよ、上半身を八の字を書くんですよ。なんと、うん、世界的スーパースターカリン・マッカートさんは石丸幹二さんを参考していると。いやもう素晴らしいですよ、石丸幹二さんは。マッカート結構好きなんで、石丸幹二さん。あ、そうなんですね。歌上手ですよね。いや発見があります。渋声、渋いしね。あ、確かに。ありがとうございます、はい、それもまたあなたの幸せにつながりますように。ということで、すごいよカリンちゃんではカリン・マッカートさんに応援してほしい人を大募集。タイトルに応援希望と書いてどしどしメールを送りください。よろしくお願いします。すごいよ。はい、本放送219回目いかがだったでしょうか。これ結構すごくない？でも私があまりにサラサラでちゃんと書けすぎてて、多分なんかすごいって伝わってない気がする。けどすごいと思うから、ちょっともう一個問題があるらしいので、もう一個やってみたいと思います。静けさや岩にしみるセミの声。ちょっと待って、声っていう感じどういう感じ？OK。 じゃあ行ってみましょう。よーい、はい。あれセミってこの感じで合ってる？反転します。ちょっといこれはさ、人みたいだからちょっとむずいね。こう審議が大変なのよ。すごい、一個一個こうやってこうやって見て、合ってるか、あっつって合ってる？やったー。やばい、私これ得意なんだな。私ね、脳内でね、サイコロね、展開できるよ。よくあったじゃん、昔さ、算数の問題でさ、展開してさ、ここにこれがあって、ここがおかしいな、どこでしょうみたいなやつ。ああいうの得意なんだよ。43秒やばい、ちょっと時間かかりますね。割とサラサラかけた方ですけれども、うん、ちょっとでも、他、普通どれぐらいかかるかみんなやってみてください。もしかしたらいっぱい時間がかかるかもしれないんで、本当にすごい技だったかもしれませんね。はい、ということで番組ではメールを募集しています。普通歌メール、カリン・マッカートさんに応援してほしい方にメールが採用されるとステッカーをプレゼント。さらに番組冒頭の私への一問一答、私に歌ってほしいカラオケリクエスト、身につけろすごいことでチャレンジしてほしい企画も合わせて募集しております。メールアドレスはこちらとなっております。カリン・アットマークセカンドショット .jp です。そして番組のツイッターのフォローお願いします。フォロワー数100ごとにレベルアップ。現在確定しているおいしいことはレベル220で番組カラオケコーナー復活となっております。みんなの力でレベルアップさせてください。そしてお知らせです。高橋かりんオフィシャルファンアプリかりんのパレット会員募集中。アサルトリリーラジオガーデンオーバーフロー、響きラジオステーションで毎週月曜日に配信中ということで、来週3月28日の更新会で最終回となります。最終回もぜひ聞いてください。はい、そしてテレビアニメぐんまちゃんが各サイトで配信中。そしてすごいよかりんちゃんファンディスクに新規とリュール写真満載のセカショカタログガールズメンバーズ2022がセカンドショット通販で販売中となっております。ということで今回はここまでです。高橋かりんでした。バイバーイ。